令和元年10月臨時会を開会いたします。諸般の報告をいたします。本日市長から議案2件が送付され受理いたしました。そのような報告は朗読を省略いたします。これより本日の会議を開きます。日程第1、会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。本臨時会の会期は本日1日間といたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。日程第2、議席の一部変更の件を議題といたします。お諮りいたします。先の正副議長の選挙に伴い、福島康則君の議席1番を8番に、本職の議席8番を1番に、また、田方義信君の議席2番を3番に、成松幸男君の議席3番を2番に、それぞれ変更したいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。日程第3から日程第4まで、すなわち議案第92号から同第93号までの議案2件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。市長中村博夫君。皆さんおはようございます。本日臨時議会を招集いたしましたところ、議員閣議におかれましては公私とも大変お忙しい中にご出席をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。まずはじめに、今月12日から13日にかけて関東地区を通過しました台風19号の記録的な暴風に伴う河川堤防の決壊や越水による住宅への浸水、さらには土石流や崖崩れなどによって今月28日現在全国で88名の方がお亡くなりになり、行方不明者も7名おられるなど、甚大な被害が発生し、台風19号が熊本地震以来2例目となります大規模災害復興法に基づく非常災害に本日閣議決定される見通しであります。さらに先週25日の大雨でも多くの方がお亡くなりになられております。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、被災された方々へお見舞いを申し上げます。そして一日も早い復旧復興を願っているところでございます。今年はこの台風19号や大雨のほかにも、7月の西日本豪雨、8月の九州北部豪雨、そして9月の台風15号による被災者の方々に対し、お見舞いを申し上げてまいりました。このように全国各地で度重なる災害が発生するたびに、災害に対するそのようなもとより、発災前の避難行動、さらには発災後の初動対応の重要性を痛感しているところでございます。今後も気象情報等に最新の注意を払いながら、迅速な対応を心がけてまいります。それではただいま上呈されました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。今回、臨時議会に提出して、しました案件は、事件議案2件であります。まず、議案第92号は、先決処分した令和元年度八代市一般会計補正予算について、地方自治法第179条第3項の規定により、議会に報告し、その承認を求めるものであります。内容につきましては、平成30年に許可いたしました、船長秘書官内における一般廃棄物収集運搬業許可更新についての処分の取り消しを求める裁判において、本市の全面勝訴と勝訴の判決が確定したことに伴い、本市代理人弁護士への報酬金の支払いと、今回、新たに平成29年および平成30年の船長秘書官内における
一般廃棄物収集運搬業務委託契約についての損害賠償請求訴訟が提訴されたため、本市代理人弁護士への着手金などを支払うものであります。また去る9月22日から23日にかけて通過しました台風17号により被害を受けました市道5路線についての復旧経費について、早急に対応を行ったものであります。議案第93号の契約の締結については、八代民族伝統芸能伝承館（括弧仮称）新築工事について契約金額7億7165万円で藤永組、豊岡組建設工事共同企業体と契約を締結しようとするものであります。説明は以上でございます。慎重なるご審議の上、何卒ご賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。以上で提出者の説明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。議案第92号から同第93号までの議案2件については、お手元に配布いたしております付託表のとおり、その審査を所管の各常任委員会に付託いたします。委員会開催などのため、しばらく休憩いたします。に引き続き会議を開きます。報告いたします。先刻審査を付託いたしました議案第92号から同第93号までの議案2件について、審査が終了した旨、所管の各常任委員会委員長から報告がありました。日程第3から日程第4まで、すなわち議案第92号から同第93号までの議案2件を一括議題とし、これより各委員長の報告を求めます。建設環境委員会委員長増田和樹君。はい、よくわかった。それでは建設環境委員会に付託されました事件2件の審査が終了いたしましたので、その結果についてご報告申し上げます。なお議案については、執行部の説明を聞き、質疑意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたします。まず議案第92号令和元年度八代市一般会計補正予算第7号括弧関係分にかかる専決処分の報告及びその承認について慎重に審査しました結果、全会一致で承認してしかるべきものと決した次第であります。次に議案第93号八代民族伝統芸能伝承館括弧仮称新築工事にかかる契約の締結についてでありますが、執行部からの説明を聞き、次の後委員から過去経済企業委員会において祭り関係の方による陳情が提出され採択されたという経緯があり、本施設の必要性は認め、これまで取り組んできた。しかし執行部からの議会に対する情報提供及び説明が不足している。また今回も議案に対し質疑を行うにもなかなかできないということから、本案件に関してはもう少し検討が必要ではないかという意見があっております。以上本契約案1件でありますが、慎重に審査しました結果、賛成多数をもって可決してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。
総務委員会委員長橋本浩一君。総務委員会に付託されました事件一件の審査が終了いたしましたので、その結果についてご報告申し上げます。なお議案については執行部の説明を聞き質疑意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたします。議案第92号令和元年度八代市一般会計補正予算第7号関係分にかかる専権処分の報告及びその承認についての一件については慎重に審査いたしました結果、全会一致で承認してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。以上で委員長の報告を終わり、これよりただいまの報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わり、これより討論を行います。討論ありませんか。大倉雄一君。皆さんこんにちは。議案第93号八代市民族伝統芸能伝承館括弧仮称新築工事にかかる契約の締結について反対の立場から討論を行います。まず前回9月定例会において工事金額におきまして4500万円増額の提案がありましたが、執行部からの説明、資料不足による審議不十分な点、また市民の血税を使うことの認識の甘さ、さらには意識の低さを指摘され、反対討論が行われました。これまで妙見祭関係者の要望、願意を尊重し、早期の施設建設を目指して事業推進に向け、執行部の提案に賛同してきた経緯があります。しかしながら本日提案された議案では契約金額の増額に対する約7000万円の増についての説明不足、文化財保護の視点から施設の浸水対策に対する新庁舎床面との整合性の、なさを不満不信に思うことから、さらに踏み込んだ質疑を行いたかったわけですが、準備した質問の半分も消化できず、市民から付託を受け、議会、委員会に参加している責任を十分に果たすことができず、とても残念であり、このまま賛成はできかねるものであります。妙見祭は八代市民のお祭りであり、伝統を引き継いでいくものであります。文化財である傘鉾の保存、展示する施設は必要不可欠とは思います。また、新設する施設は市民全体の共有財産であり、末永く愛される施設でなければなりません。そのためには、建設費用や天災、災害対策、特に浸水対策など、丁寧な説明の中で共通認識を図り進めるべきものであると思いますが、残念ながら今回も市民への説明責任が果たされたとは程遠く感じます。これまで八代市役所職員の皆さんが築き上げてきた市民の皆さんとの信頼関係も疑われるものです。今回の増額の理由の主なものは屋根の特殊形状によるものでありましたが、こだわった理由は市民ワークショップからの
要望とのことでありました。そうであるならば増額金額も含めもう一度市民ワークショップに、市民ワークショップで検討すべきものではなかったかと思うところです。八代市本市は環境センター新庁舎建設と大型建設事業が連続している状況であり、資材残高もどんどん増えております。この状況を見れば少しでも経費建設費を抑制する努力が必要ではなかったかと考えるところです。繰り返し申し上げますが、この伝統芸能伝承館の建設については心から賛成する気持ちでありますが、るる申し上げましたとおり、市民の負託を受けた議員としての立場から多くの市民が納得いく施設建設とは到底かけ離れていると思われることから、今回は反対をいたします。市民の負託を受け、市政のチェック機関としてこの議場におられる議員の皆様のご賛同を願い、反対討論といたします。討論は他にありませんか。他にありませんか。はい、村川清則君。自由民主党石津村川清則でございます。議案第93号契約の締結について、仮称八代民族伝統芸能伝承館に、賛成の立場で、討論をいたします。仮称八代民族伝統芸能伝承館については平成24年4月に妙見祭保存振興会により基本構想の提言の後、平成26年10月に同会による再要望が行われました。その後平成28年5月に八代妙見祭保存振興会、八代妙見祭笠鉾連合会、八代市民族文化財保存連合会、八代観光ガイド協会の4団体による陳情が行われ、本議会において全会一致でその採択がなされました。この伝承館の整備により市内各地の民族文化財が抱える課題、つまり少子高齢化による構成員の減少、資金不足による衣装や道具の劣化、使用や道具の収蔵保管状況に対する不安、各行事縮小による伝統芸能の披露機会の減少、構成員の継承意識の希薄化等の解決に取り組むとともに、各地域の伝統文化財の保存継承と活用による市の活性化にもつなげ、伝統文化財の将来への保存と継承を図る、伝統芸能の後継者育成と維持発展につながる、情報発信による地域間交流の活性化に寄与するという3つのコンセプトを掲げて、施設の建設から運営を進めていくこととなっております。今回の契約の締結については、先月の議会で補正予算が承認され、その後入札から仮契約の手続きが行われて今回提案されたものでございます。契約承認により工期18ヶ月での令和3年4月末の完成を見込むということができます。伝承館の建物には八代妙見祭の笠鉾等の収蔵庫を
配置してあり、収蔵するには美術工芸品などの文化財が変質や劣化を起こす原因となるコンクリート躯体から拡散されるアルカリ性物質を抑える必要がございます。コンクリート打設完了後、建物内を乾燥させる枯らし期間を設けることが不可欠であり、その期間二夏を確保するため、令和2年度の夏前に収蔵部分のコンクリート打設を終えることによって、令和3年度の秋には収蔵が可能になります。これが仮に否決となったり少し遅れただけで、収蔵が令和4年の秋以降になり、さらに1年遅れることとなります。笠間古島の保存団体からは、本年2月に二の町で発生したような火災をはじめ、地震自然災害から笠間古島を安全に保管できる収蔵庫の完成が切望されており、そのため一日でも早い着工が必要であります。またクルーズ拠点となった八代港では、今年度末には完成予定のくまモンポート八代を、これが完成予定となるなど、外国人観光客の増加が見込まれる中、インバウンド対策を強化し、その効果を早期に発現できるよう、気候の多い春先に伝承館の整備を完成させる必要がございます。さらに伝承館の建設にあたっては、これまでの経緯のとおり、陳情から採択に至った経緯があり、一日も早い開館が切望されております。今回の反対の理由として、委員会の中でですね、文化財の収蔵については分散した方が安全という話がございましたけれども、仮にそれを実施したとしたら莫大な予算が必要となります。また浸水の水位の問題が解決されないとございましたけれども、公共施設の浸水想定は100年に一度の浸水を想定して設計されるのが一般的で、仮に想定年度をさらに上げるとすれば、さらなる多額の予算が生じることとなります。もしもの場合は、聞くところによりますと、垂直避難を含め重要な収蔵品については十分浸水対策を講じられた部分もあるということで、しっかり保管できるようでございます。施設にはゼロリスクはありえません。それに近い対策を講じることが必要であり、伝承館については十分それが講じられていると私は評価いたします。また工事費については不落を受け、担当職員の皆さんが大変な努力をされ、さらに現時点での再積算を行った結果、建築以外の関連工事が減額となり、その差額が4500万となったと理解しております。当初約6億2400万円と変更後約7億200万円の予算価格の差額約7800万と、9月補正の増額約4500万円が一致しないのはなぜかとの質疑があっておりますけれども、建築工事の不落を受け、事業全体に内容や積算を見直したところ、屋根および屋根に付随する部分などの工事費が約8600万円増額となり、その差額が約4500万円となったものでございます。すなわち約4500万円は不足する予算額であり、必要とする経費は約8600万円であったということになります。また先日の台風19号で河川の堤防決壊による大規模な浸水被害が発生して
いるけれども、その対策は十分にできているのか、都の質疑に対し、伝承館の設計では、浸水への対応として、国土交通省が公表している洪水浸水想定を考慮し、かさ上げした設計としており、バリアフリーなども配慮しながら、被害の防止対策をの計画をしているという答弁がございました。また、災害対策へのリスクをゼロにするためには、想定基準の判断が困難であり、非合理的な設計となります。現在の設計内容は、災害が起きたとしても、被害を最小限にとどめるよう考慮してあり、具体的には敷地全体のかさ上げや、傘鉾等の特に重要な部分を保管する部屋は、気密性を高め、浸水対策を講じられていると理解しております。また、先ほどの建設環境委員会の質疑、意見の中で、ある委員から、私が経済企業委員長時代に文化団体の陳情を採択しております。その施設の必要性は十分に認識しております。しかし、情報不足や説明不足でございますなどの発言がございましたけれども、2点3点する発言には、理解に苦しみます。以上のことから、関係団体や市民のお声に応えるべく、議員各位におかれましてはご理解をいただき、全会一致で賛成していただきますよう、お願いいたしまして、議案第93号、契約の締結についての賛成討論といたします。他にありませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。議案第92号、令和元年度八代市一般会計補正予算第7号に係る専決処分の報告及びその承認については、委員長の報告どおり、これを承認するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員と全員、よって本件は承認することに決しました。議案第93号、八代民族伝統芸能伝承館、括弧仮称、括弧、新築工事に係る契約の締結については、委員長の報告どおり、これを可決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数、よって本件は可決されました。日程第5、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第88条の規定により、会議録署名議員に谷川昇君、鈴木田光一君を指名いたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。閉会にあたり、市長から発言の申し出がありますので、これを許します。市長、中村博夫君。閉会にあたりまして、一言お礼を兼ねましてご挨拶申し上げます。議員各位におかれましては、本日提案いたしました案件につきまして、提案の趣旨をご理解いただき、ご賛同を賜りましたことに心から御礼を申し上げます。10月も残りわずかとなりました。朝夕はめっきり肌寒くなってきております。来月は八代妙見祭、そして2019女子ハンドボール世界選手権大会といった大きなイベントの開催も予定いたしております。特に女子ハンドボール世界選手権大会におきましては、大会期間中、国内外から多くの方々が本市を訪れることが予想されます。本市を世界に PR する絶好の機会であると考えております。
まあ、オール八代で盛り上げてまいりたいと考えておりますので、皆さん方におかれましても何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。議員各員におかれましては体調に十分留意していただき、ますますご活躍いただきますよう心から祈念いたしまして、閉会にあたってのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。これをもって令和元年10月臨時会を閉会いたします。大変お疲れ様でした。